でこれからジャケツイバラという、バラの、お話もします。このジャケツイバラというのは、花を4月から6月にかけて、黄色い花を咲かせます。大きさは、だいたい2メートルぐらいのものが多いです。特徴はですね、名前のジャというのが蛇という漢字で書くと蛇というんで書くんですが、枝ぶりが主幹がなくて、同じような太さの幹が折り重なるように伸びる特徴がありまして、それが枝の重なりがこう蛇の姿に見えることから、ジャケツイバラという名前もついたと言われています。そういう特徴のあるバラです。そのバラですが、常緑樹と落葉樹に分けますと落葉樹の仲間になります。成長の速さは遅いか速いかに分けますと、速い、仲間になります。また剪定の強さですが、強い剪定に耐えることができるんですが、その強い剪定をする時期は冬場が適しています。それを踏まえまして剪定のポイントですが、強い剪定を行う場合はですね、やはり冬場の落葉の時期に、切って、形を整えるということがポイントになります。料金は2メートルで3000円からとなります。